皆さんこんにちは、証券ママです。今日は大根が美味しい季節になってきたので、ふろふき大根とゆず味噌を作ります。とっても美味しいので、ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。それからチャンネル登録もしていただけたらとっても嬉しいです。それでは材料です。大根は5センチの厚さのものを2つ用意してください。今日は2人分作ります。それから昆布ですね、昆布が10センチくらい用意してください。それからゆず味噌の方の材料です。お味噌が 150g、 お砂糖が 50g、 酒とみりんが各大さじ2、それから柚子なんですけれども、大きめの柚子なら1個で大丈夫ですが、今日はちょっとこれうちの柚子なのでちょっと小さめなので1個半くらい使っていきたいと思います。それでは柚子味噌から作ります。まずね、柚子の皮ですね、これはよく洗ってあります。これをちょっとおろし金でね、皮をすりおろしますね。はい、それではね、柚子の皮をすりました。今日はちっちゃめだったので1個と半分ね、あの柚子の皮をこれをすりました。こんな感じですね。このね、果汁も入れていきたいので、ちょっとこの果汁はねちょっと絞ります。ちょっとねこういった種を取って、手でギュッとね、はい、果汁を絞りました。そしてこちらのね方はちょっと多いので、果汁はちょっと1個分にしときます。そしたらね、種を取り除きます。はい、こしてもいいんですか、多少このぐらいの感じで、ね、そうですね、大さじにしたら1杯ちょっとでしょうかね、ぐらいあります。そしたらね、こちらの残った方の皮はね、これちょっとトッピング用に少しね、これ取っておいて、これちょっと千切りにしときますね。はい、そしたらね、ゆず味噌を作っていきたいと思います。今日はね、ふろふき大根2人前に対してはとってもこれ多い量なんですが、今日は多めにゆず味噌を作って、これ保存して他のものにいろいろ使いたいと思うので多めに作ります。こういった小鍋にすりおろしたゆずとゆずの絞り汁以外をまず全部入れていきます。まずお味噌ですね、これは好みのお味噌で大丈夫です。うちはまあ普通にお味噌汁に使っているお味噌を使います。白味噌とかね、お好きなものでやってください。これを 150g ですね。お酒を大さじ2入れます。はい、みりんも大さじ2入れます。それからお砂糖は 50g 入ります。そしたらちょっと軽く混ぜて、はい、それではね、火にかけていきます。これをね、よくね練りながら火にかけていきます。あんまりね強火にしないで、弱火から中火の間ぐらいで、ちょっとこの照りが出るまでね練ります。はい、だいぶね、いい照りが出てきました。そしたらね、ここで火を止めます。そして先ほど絞っておいた柚子の果汁ですね、これだいたい大さじ1ぐらいでいいと思います。これを入れます。でちょっと混ぜますね。はい、そしてすりおろした柚子の皮ですね、これも全部入れてしまいます。そしたら混ぜます。もう火は消してくださいね。はい、これで柚子味噌の出来上がりです。
これちょっと今日多めになっているので、これは保存できるのでね、多めに作ってみてください。はい、それではね、大根の方をね、湯がいていきたいと思います。厚さ5センチに切った大根を2つ用意しました。そしたらね、皮は厚めに剥いていきます。ここの層になってるここぐらいまでちょっと厚めに剥いてしまってください。じゃあ剥いていきます。はい、皮を厚めに剥きました。そしたらですね、表に裏になる方にね、切り込みを入れていきます。そうですね、これ5センチで今日結構厚い大根なので、半分2センチぐらい切り込みを入れます。はい、じゃあ切り込みを2センチほど入れました。今日はね、これを一度レンジでさっとチンしてから茹でたいと思います。じゃあね、大根をお皿にのせてラップをかけますね。はい、このようにふわっとラップをかけたら、600ワットでね、そうですね、7分くらいかけていきたいと思います。それではレンジに入れてきます。はい、600ワットでね、7分チンしました。ちょっと見てみますね。まだ全然ね、柔らかくはなっていませんよ。火は完全に通っていません。でもちょっと透明感が出てきてね、じゃあちょっと串をね、刺してみますが、まだ全然串がこうやって通りません。今日はね、でこれ7分だけチンしました。そしたらこれをね、お水でさっと洗ってきます。はい、お水で、ね、さっと洗ってきました。ちょっとアクを抜きたいっていうのもあったんですけれども、裏の方はね、結構これちょっと半透明になっていて、もうだいぶ火が通っています。そしたらこれを今度は煮ていくんですけれども、それではこういったね、お鍋にね、大根を入れます。切り込みを入れた方を下にしてくださいね。こちらの方がね、ちょっと硬いので、レンジにかける時も切り込みを入れた方を上にしてかけてください。お鍋に入れます。そしたらね、これにお水を入れていきます。お水がね、大根がかぶるぐらいいっぱい入れます。こんくらいでしょうかね。そしたら昆布をね、10センチぐらい、5センチぐらいに切ったものを2枚入れて、これで火にかけていきます。それでは火にかけていきます。この昆布はね、少ししたら取り出しますね。じゃあこのまま柔らかくなるまで煮ていきます。はい、こんな感じに沸騰してきたら、ここからは弱火にします。ふつ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 言うぐらいでしょうかね。こう大根が踊るほど強火にしてしまうと煮崩れてしまうので、このぐらいでしょうかね。ふつふつ言うぐらいで、こういった状態で柔らかくなるまで茹でていきます。昆布は10分くらいしたら取り出したいと思います。はい、10分ほど経ったのでね、昆布はね、ちょっとね、もう出汁が出たので、ちょっと濁ってしまってえぐみが出るのでね、昆布は引き上げてしまいます。これは何かにお味噌汁に入れたりして使ってください。ではもう少し煮ていきますね。はい、これでね、40分ほど茹でました。お水が途中でね、少なくなってくるので、そしたら足してくださいね。ちょっと40分で一度串を刺してみますね。今日だいぶ暑いので、1時間くらい生のままやれば1時間以上かかっちゃうかもしれません。ちょっと串を刺してみますね。こちらの方がちょっと熱いので、あ、もうスッと刺さります。じゃあこちらも刺してみますね。はい、もうスッと刺さりました。だけどもうちょっとね、茹でたいと思います。あと5分くらいでしょうかね。
お水をね少し足しながらやったりして、お水っていうかお湯の方がいいですね。もう一度刺してみます。はい、もうスッと刺さります。そしたらもうこれで出来上がりです。はい、それではね、大根が柔らかくなってできたので、一つね盛り付けてみます。もうだいぶすごく美味しそうです。はい、50分くらいでしょうかね。レンジで7分、600ワットで7分チンして、ちょっとアクとかぬめりを取って、それからお鍋に入れて沸騰してからだいたい50分くらいね、中火から弱火の間で煮ました。でだいたい柔らかくなりました。大根によってもね違うので、様子を見ながらね追加したり短くしたりして茹でてください。それではね、できたので、こちらの先ほど作った柚子味噌ですね、これをかけていきますね。とっても美味しそうです。はい、そしたらね、先ほどちょっと切っておいた柚子ですね、柚子の千切りを上にちょっとねお化粧でのせます。はい、こんな感じでしょうか。これで風呂吹き大根の柚子味噌のせの出来上がりです。はい、こんな感じに美味しそうにできました。熱々をぜひ食べてください。はい、それからですね、お味噌は今日は多めに作っているので、こういった煮沸した瓶にですね、こうやって蓋も煮沸してくださいね、に入れて冷蔵庫に入れておけば2週間くらいはね持つので、ぜひ多めに作ってね、いろいろに使ってみてください。ご飯にそのまま乗せても美味しいですし、こんにゃくの田楽なんかにも美味しいですし、あと和え物なんかにしても美味しいのでね、ぜひたくさん作ってね、こうやって冷蔵庫に入れて保存しておいてください。それからですね、今日はねちょっとね面取りするのを忘れてしまったので、ぜひ面取りは皆さんやってみてください。それではね、ちょっとね試食してみますね。大根が柔らかくなってるでしょうか。あ、箸ですっと切れます。こんな感じにすっと切れました。こんな感じですね、美味しそうにできています。じゃあ一口いただいてみますね。ちょっと切ります。いただきます。大根がとても柔らかく煮えていて、柚子味噌ととても合います。今日はね特にね昆布だけで大根にお味はつけていませんが、お味をつけたい方はね少しお醤油とか入れてお味をつけて煮てくださいね。皆さんご視聴ありがとうございました。少し時間はかかりますが、ぜひ厚めに切って召し上がってください。とっても美味しいです。それでは皆様お元気で、またお会いしましょう。バイバイ、またね。証券ママでした。